1984年、不二家からカントリーマアムが発売されました。日本人なら誰しも一度はカントリーマアムを食べたことがあるでしょう。サクッとした外側に、ほろっと柔らかい、マアム。しかしこのカントリーマアム、昔と比べるとどんどん小さくなっていることをご存知でしょうか。このままカントリーマアムが小さくなっていくと、2040年にはカントリーマアムは消滅するとネットでは言われています。そこで私も実際にカントリーマアムが何年後に消えてしまうのか計算してみました。どうも皆さんこんにちは。カントリーマアムの申し子、直江です。というわけで早速消滅速度を計算していこうと思います。今回使用するカントリーマアムはこちらですね。カントリーマアムのファミリーパックです。こちらがいつなくなってしまうのか計算していきたいと思います。カントリーマアムの内容量の減少率をネットで調べてみたところ、日本のお菓子大百科さんのブログから2005年のデータが、見つかりましたので、こちらを少し引用させていただきます。内訳はこのようになっております。2005年はこのファミリーパックの中身は30枚、そして1枚が 11g になっていました。2007年は28枚 10.5、2008年24枚 10.5、2011年22枚 10.5、2014年20枚 10.5、2016年20枚10、そして今2021年は20枚そして 10g となっています。このデータを見てみると2005年から2016年、このまあ11年間の間にカントリーマアムが10枚も消滅していることになります。この減少したカントリーマアムの数から消滅年を計算してもいいのですが、これ問題なことに1枚の内容量がどんどん変わっています。最初が1枚 11g でしたが、今は 10g となっていて、ここからは少し計算ができません。というわけでカントリーマアムの全ての総量から考えてみましょう。このように総量の減少率を見てみたところ、例えば5年と7年、この2年間の間では 36g、7年、8年、この間ではなんと1年で 42g も減っています。このように不規則な感じになってしまっていて、ここからも計算を導き出すことはできません。というかこの7年と8年の間一体何があったんですかね？まさか、不二家の社員さんが大量に暗殺、というわけでここからは法則性が導き出せなかったので、まず一つ目の計算として5年から21年、この全ての減少率で計算してみることにします。というわけで計算してみます。16年で 130g の減少、というわけで16年対130イコール X 対 330g を作れば、ここに X が 40.615 年と出てきます。つまりはこの5年から、計算してみると2045年615年に、カントリーマアムのファミリーパックが消滅することが分かりました。しかしこの計算をしてしまうと、こちらですね、5年から8年のこの著しい減少、ここを含めてしまうことになりますので、ここのバイアスがかかってしまいます。つまりは最近のデータから、計算した方が、より正確な消滅年数がわかると思いますので、ここですね、この 36g、42g を除いた 252g から何年で消滅するか考えてみましょう。再び計算してみました。今度の基準は8年からの、減少率の基準です。13年間で 52g の減少が見られました。13対52イコール X 対252とします。そうすると X は63と出ますので、8年から、こちらを達成、2071年に、カントリーマアムのファミリーパックが消滅するということが分かりました。つまり最近の減少率から導き出すと、このカントリーマアムのファミリーパックは50年後になくなるということになります。なくなるというよりも、袋を買うという形になりますね。中身には何も入っていないという状態になります。私も消滅する頃には76歳になるので、まあカントリーマムと一緒に僕も消えたいと思います。それまでカントリーマム楽しみますね。ありがとうございます。やっぱりというわけで、ちょっとペットショップさっき行って、エビをね、買ってきました。まあ、それがね、